なおえでございます。お魚くわえたドラ猫追っかけて、タラを眠れぬ夜のわけ。よし、じゃあ夜の11時、よし、酒も飲んだし、よし、片付けも完了したな。トイレの掃除も完了した。トイレ、ダイナマイトで吹っ飛ばして、もう綺麗になったわ。お次は伊佐坂先生ちのあれだな。先生ちの書斎でな、するだな、ブリット。広いトイレでいいな、おい。俺の夢も広いな。ダンプのおでこも広いんで、最近。あ、じゃあ、カツラかぶった方がいいな。名前呼んだな、トミ。おい、マスオ、マスオ、どうしたの今あんな、おい。ワカメじゃねえ、おめえ。だってシナリオねえからって間違えんじゃねえ、おめえ。ワカメは刈り上げだ、おめえ。直江は反り込みへんって分かった、ごめん。ごめんな、ごめん、ごめん。ねえ、どうしたの、おめえ。おめえ、最近ちょっとおめえ、夫婦の営みがねえじゃねえか、おめえ。夫婦の私たちまで分けえんだから、おめえ。なあ。なあ、ほんとに。実際もう、ほんと戦後からやってんだけどさ、このアニメな。実際の年聞くとちょっとまずいんだけどな。ほんと BC 5000年から来てるから俺はな。まあな、どうでもいいんだそんなことは。まずな、ほんとシーラカンスだけが唯一の私の友達だけど、で食べちまってこれ。あ、だからちょっとおめえ、おい、あ、昔の魚なんてどうでもいいんだおめえ。あ、ちょっとちょっと魚の生まれたままの姿になっておめえ。あ、ちょっとたまにはおめえ営みやろうじゃねえか。ちょっともうすごい仕事で疲れてるんだから寝かしてくれ。だから一緒に寝るって言ってんじゃん。バカてめえ、寝る意味が違うんだバカって。いい右もらっちゃった。余計目が覚めたよ。分かったよ。じゃあもうこれ以上殴られると死んじゃうから。分かった分かった。じゃあ浸水行こうねって。話分かんじゃねえからてめえ、早く来おめえ。本当にてめえ、今日もしっかりてめえ、犬のように扱ってる。おい犬のってやめ。お今日な、俺だ、マスオちっとも相手してくんねえんでさ、夜。お、隣の伊佐坂先生っちのハチな、ハチ犬の。あ、誘ってみて、あれダメだな。あれじゃ、なんと、誘ってもダメだ。もう、犬誘ってもダメだろ、おめえ。人間と犬違うんだからな、おめえ。あ、ダメなんだ、おめえ。なあ、リカちゃん人形くれてやったらさ、なあ、もう絶対喜ばねえでよ。まずね、服脱がしてリカちゃん人形って。犬は分からないで、バカやろてめえ、おめえ、タラオの友達のリカちゃんだよ、おめえ、ろ人形にしてくれてたんだよ、おめえ、クエッチで。喜んでたから、ね、ダメだよ、お前。やめろ、おめえ。じゃ、ちょっと、いいから、これ以上言うと、局長怒るような内容になってきてるから、そんな、おめえ、早く済ませようねって、バカやろてめえ。おめえ、早いからな、そう。局長が今、押し入れから見てるかもしれないけど、やめようね。じゃ、ちょっと行く。あ、じゃ、新好きだぞ、おい、いいな、おい。なあ、ちょっとタラオ、タロ今日な、寝てしっかり寝てると思うから。ああ、タロ寝てね、顔が可愛いね。あ、そうだおめえ。あ、今日おめえ睡眠薬いっぱい、いつもの50倍入れといたからって。おめえだからダメだってな、おえ、お前ダメって。量を間違えたらダメ。適度な量に、そう、適度な量じゃダメだ。もうこんな上はダメだ。だからダメだからな。よし、いや、ちょっと待ってろ。だからタラオが起きてりゃちょっとかわいそうだからな。大人の営みちょっと見せて、がっかりさせちゃいけねえからよなあ。ああ、まあ、そう、小さくて、そういうわけじゃねえんだな。じゃあ、とりあえず、ちょっと、試してみるからな。ああ、ちょっと、マスオ待ってろ。ああ、頼むよ。ああ、タラオ。タラオ、寝てるか、おい。寝てるでっちゃうんだ。寝てねえじゃねえか、このバカ。何が寝てるで、大きい。小さい声、大きい声言ってんじゃん、このバカ。痛いでちゅう、右もらっちゃったでちゅう。痛いでちゅう。いや、なんて、おめえ産んだのが痛いな。こっちは心が痛いな。なあ、ちょっと寝ろ、いいから早く寝ろ、ちょっと。大人忙しいな、これ。大人これから大変忙しいんだ、おめえ。何やるでちゅうか。何やるでちゅう。なんかいいもの食べるでちゅうか。僕寝かしておいて。睡眠は効かないでちゅうからね。なあ、本当に効かねえの。まずな、せっかくな、本当にせいろがんやで。だから最近ちょっと出が、硬くて出が悪いでちゅう。だから困るでちゅうよ。ねえ、命の母にしてくださいって、おめえよく知ってんじゃねえか、おめえ。あれは俺め、船がよく使っとるんだおめえ。なあ、本当におめえも味がわかる。ああ、子供になってんの、全然わかんないでちゅう。とりあえず味はわかんないけども、夜何やってるかわかんないでちゅうか。けどなんかいいことやってんじゃないですかね、僕寝かちといて。そんなことね、バカおめえ。まだらだ、大丈夫だって。大人っていうのは夜になるとおめえな。いいかおめえ、夜おめえも今11時半だろ。おめえ12時になるとな、おめえわかってんのかおめえ。おめえ、お化け出るんだ、お化けで、お前と迎え来る。大
丈夫でちょ、お化けならんママのすっぴん顔の方が怖いでちかって。どうだ、すげえだろこれ。おう、ハリウッド映画ね、おめえノーメイク出てるね、おめえバカに。うるせえ、おめえ痛いでちゅ、意味がもらって寝れないでちゅ、殴られるから寝れないでちゅ。3歳のもうね、粒子が抜けちゃってるんですよ。もういいね、高校入試まだ早い、そういうのじゃないでちゅ。ね、とりあえずじゃあ、まあね、寝るでしょ、もういいです、勝手にしてください、もう 寝るでしょ。おお、寝たかな、早いね。おめえ一瞬波平になってんじゃねえか、バカで。シナリオねえからって、右側のことやんじゃねえよこのマソ。痛い痛いって、いい右もらっちゃったね。だよ、ちょっとよし、寝たぞ寝たぞ寝たぞ。ああ、脱げね。ああ、赤に受け取らなくて、あ、タラちゃんちょっと、寝てるかな。ちょ、もう一回、なお、ちょっと確認してみて。あ、じゃあ、分かったね。あ、お、タラ、お小遣いやぞ。おー、寝てるぞ、おい。寝てる、おー。タラオ、現金50万。なんで、どこでって、こんなやるとやめ、現金なやつだ、現金なやつだ、このやつ。いい意味もらっちゃったでちゅ、50万円もらっちゃったでちゅって言いたいぞ、おめえ。噛んでんじゃねえ、噛んでもう一発もらっちゃったで、今日大当たりでちゅうねえ。まるで違う、バカでめえ、俺の欲求満の八つ当たりだって、うまいこと言うてちゅうね、ママンと。昨日徹夜で考えてねえ、この3発連チャンは痛いでちゅ、ちょっと。もうとりあえずもう寝るでちゅ、寝るでちゅ、好きなことやってください、どうせ。生の2人でバカ野郎じゃねえ、この野郎てめえ。何ちゅう言葉使って、あの、なお、今俺殴ってんの、いいんだよ、めんどくさいよ、おめえ。虐待するとうるせえから、おめえ。太郎寝たぞ。ちょっと、マソ、ちょっと試してみるよ、ちょっと待ってろ、ね。太郎、寝たかな。太郎、反応ねえな。太郎、ハンバーグ、あ、食べたいでしょ、おめえ、2号来てんじゃねえか、だから、おめえ。ナンバーグごと来てて、めえ、ほんとに、おめえ、なんだ、ハチにリカちゃん食べさせてもらった、おめえの組ねえな、おめえ。ねえ、まあ、なんですか、あんまもう、ねえ、まあ、ほんとに、今、見たでしょ、で、昨日実はですね、ねえ、タラちゃんでしょね、ママとパパがチューしてるの見たでしょ、チューを。ほんとに、チュー。なるね、パパとママが納豆とニンニクの匂いするな、唇でチュ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 吸い合って、何やってるんですか、あれは。どういうんだ、バカるてめえ、大人の事情ってのあんだ、おめえ、なおめえ、音あれ違うな、マスオな、あれは違うんだ、おめえ。人間がてめえ心臓止まった時とかどうやるか分かるか、おめえ、人工呼吸って、お、口でからな、相手の肺に、たらね、あの、しっかりプーって吹いて、なあ、イクラちゃんの、はーいって出てくるでしょ。で、ママ、違うで、その、はーいじゃないで、肺に、肺ほどのあれが膨らんで、ひゃーで呼吸するの、おめえ、詳しいじゃないか、このバカって、いつも、途中でちゃっちゃ入れてくんだよ、おめえ、ほんと、わけわかんな、俺と真面目になれやがって、おなろ、はーい、やったってダメでちゅわってね。ママ、ちょっと、人工呼吸って何ですか、人工呼吸って。だから、それで、相手の口に口ついてな、なあ、唾ペッてなって、まあ、ちょっと違うでちゅ。違うでちゅから、ほんとに。もうちょっとちゃんと説明してくださいよ。息を吹きかけて、で、相手の呼吸をこう促すわけで。だから相手はまた息変わるって、分かったか、おめえと。なんとなく分かったでちゅ、分かったでちゅ。じゃあ、ママ、じゃあ、いいですか、じゃあ、ちょっと待ってください。おじいちゃん。なんだ、タラオ、こんな夜遅くに、かわいいな、その刈り上げ、お前、かわいいな、その、鼻水の垂れ、汚ね顔が、かわいいな、タラオは。おじいちゃん、うつでちゅ。まあ、おじいちゃん、心象でちゅよ。俺、人工呼吸してください、人工呼吸。ちょっと、心の準備が。おじいちゃん、死んじゃうでちゅよ。おじいちゃん、死んじゃってもいいですか、困るんじゃないですか。いや、別におめえ。あ、じゃあ、そんな困んねえ、おめえ。あ、おめえ、これ、あ、ひどいこと言うでちねえ、ママ。ママ、それでも、娘ですか、娘。違う、息子だ、おめえ、よく見ろ、この娘って。それ、どうでもいいでちゅ、それ。で、設定では、あなたは女でちゅうから。ね、ああ、わかった。え、いや、おめえ、じゃあ、だろう。いいか。なんで、私がキスをしないから、汚ねハゲにな、チューしてどうするんだ、ダンプと波平にな、チューしてたまるからな、ハゲに。わかるでちゅうね、わかるでちゅうじゃねえんだよ、で。なんでそこで、今、ちょっとダンプの、生きれが呪い移ったでちゅう。ね、ママ、なんでおじいちゃん見せるんですか、バカ、おめえ。おいか、おめえ。おい、だろう。いいか。ハンバーグ、明日の夜ラーメン、ハンバーグだ。そりゃ本当だ。本当でちか、嬉しいでしょ、ハンバーグ。だけどな、ハンバーグ一人分足んねえんだよ。
一人分足んねんってことはどうすんだおめえ。分かったでちょ、おじいちゃんこのまま見捨てでちそうだおめえ。お前も知らねえ間に算数の足し算ができるようになった。おめえはいい子になったな。もう拳銃の弾とハンバーグのカツだけは負けないでちゅからね。分かったよ、それでいい。あ、それでいい、分かったか。あ、だって、私もうよし、そういうわけだから、波辺埋めてこい、埋めてこい。あ、いいか。あ、もうね、あし、もう疲れたな。あ、マスオもいいわね、寝るや今日寝る。あ、ちょっと、みんな集まれ。寝るぞ、いいか。あ、これプラスチック爆弾、プラスチック爆弾、これ。あ、仕入れてきたんだ、闇市で。はい、行くぞ、はい、信じ寝るぞ、はい、みんな、はい、布団に入って、はい。何よ、わかめだけど、ちょっと、あ、お兄ちゃんバラバラになってる。何この爆発、寝てたね。お姉ちゃんの部屋で爆発、あら、みんな寝てるわ。あ、ようやく寝たんだわね、みんなね、心臓止めてね。おやすみなさ、もう起きてこないで、本当に、あんたたちも危険だから。昼下がりの危険な直江さんの巻き。あー、寒くなったな、ほんとに。まあ、めんどくせえな。あー、さあ、ほんとに。あー、疲れたな。あ、太郎。なんでしか、ママ。あー、ちょっと、寒くなった。こたつ出すか、こたつ。まだ11月でちよ。早くないでちか。まだこれから、ほんとの冬が始まったら、もっと寒くなったら困るでちよ、こたつ。バカ、大丈夫だ、おめえ。あ、いえ、もう、その時はおめえ、隣の伊佐坂先生に燃やし、おめえ、キャンプファイヤーだ。いや、ダメでちよ、まだダメ。おい、おめえの好きなハンバーグ食える。ほんとでちか、ほんとでちか。おハンバーグってのはね、いろんな肉ミンチしてあるんだけど、おめえ、伊佐坂先生とおめえ、ハチの、ね、お肉入ってるから大丈夫だ。ダメでちよ、何言ってんじゃん。もう食人族じゃん、何ですか、それじゃん。もう、で、こたちだって、あの、作りますか、こたちゅ。あ、ちょっと、じゃあ一緒に手伝う、おめえ、いいか。ああ、そうだ、よしよし。よし、布団かける、布団な。なんだ、これの。まあ、なんかこれなんか地図ついてますよ、これ。これ去年おめえお姉さんしたんだ。わかる。大人の事情じゃないでちゅ。なんでもじゃ大人の事情って住むと思ってんでちゅ。まあ、ポッ、あ、いって右もらっちゃったでちゅ。まあいいんだよな、細けえこと気にすんだめ。あ、ちょっとこたつ入るぞ。お、玉来たな、玉。お、珍しいのめ、玉。200年ぶりだなって、化け猫じゃないです。だから化け猫だって言ってんだおめえ。いいか、私だっておめえ、化粧やると化粧を取れば化けねえ。だっていいんだおめえ、バカ、おめえすっぴん顔なんだおめえ。ハリウッドにおめえ、引っ張りだこなんだおめえ。ああ、いいか、なあ、波平はタコだけどな、あれ顔がな。あ、ちょっと布団入ろう、もう、こたつ入る、こたつ。なあ、あ、こたつにはちょっとあれだな、こたつ埋めちゃおえ、たらあれが欲しいな、果物の。なんで近い、あ、わかったでちゅ、みかんでちゅ。ああ、そうだ、みかん。あ、みかんねえか、みかん。ねえ。ないでちゅ、みかん。じゃあいいわ。あ、ちょっと待ってろ、みかん、おめえも食いてるか。うん、食いたい、食べたいでちゅ、食べてる。よし、待ってろ、今、持ってる。待ってろ。あ、ちょっとおめえ、ちょっと拳銃かせろ、拳銃。ね、まあ、ちょっと、あと、弾が3発しかないでちゅから、まあ、使わないでくだちゅ。いや、ちょっと、今から仕留めてくるで。なんで、あれ、果物仕留めんですか。いや、待ってろ、おめえ。どっかの木から打って落とっちゅってことでちかね、みかんを。おい、こたつの上た、みかんでちゅよね、早く食べたいでちゅ、タラちゃん。待ってろ、今。ああ、しょ、みかんの音よし。よし、あ、太郎、食べろ。これ、カツオ兄ちゃんじゃないですか。カツオ兄ちゃんって、だから、おめえ、人間として未完成だから、こいつ、未完成なやつ。見ろ、このおめえ、冬になっても、おめえ、半ズボン、半袖で、おめえ、あんな丸坊主でね、出歩きやがって、こんな、本当に、家族の恥なんで、未完成のもの、今、仕留めたんだから、ありがとう。こうやって拳銃返して、ダメでちゅ、まず、一発無駄な弾使っちゃったでちゅねーって。いいんだ、まあ、食べるか、いや、食べないでちょ、こんなの。頭悪くなりちょ、でちゅ。あ、でいい、まあ、あと、たま、入れ。お、たま、おい、こたつ中入ってどうなってるだろう、見ろ。丸くなってるでちゅ、丸くなってる、おい、丸くなってる、そうか。ただ、たまはそうか、昔は。不良だったに今じゃ丸くなって、そういう意味じゃないでちゅだから。そんな人生がかかって なんでこたつなんか歴史がかかってるんですよ、猫の歴史が。ってどうでもいいんだめ。いいわめ、おたまね、しっかり寝てるな。おい、そういうやつは寒いな、ちょっと。あ、それで、おい、そうや、太郎、おめえ、なんかもう来月クリスマスだけど、なんか欲しいものあるか。そうでちゅ、リカちゃんに何人渡す、リカちゃん、ちょっとリカちゃんで、なんだ、リカちゃんが欲しいのか。じゃあリカちゃんが喜ぶのはおめえ、わかるか、女が欲しいという冬、あったかいもんだろう。そうでちゅね、あ、コートとかいてちゅね、毛皮のコート、待ってろ、おい、拳銃かせろ、行くぞ。
よし、こたつの中で不良から丸くなったやつだって。よし、ちょっとこれ、これ、毛皮、あと自分でやってくれ。やでちゅう、もう。やでちゅう、もう。ただ、玉かわいちょってじゃないですか。何いいんだよ、おめえ。まあ、化け猫なんだ。また生き返るから大丈夫だ、おめえ。いいか。じゃあ、大丈夫。ちょっと生き返らしてやるで、また。なあ、おい。玉行くぞ。昨夜夜、タラオの寝てる横で。大きな声で、バス音、にゃんねん、あれ起きてた、どっか行っちゃった、おい、ほんとに、たまもっと空気読める猫なんだ、ははは、じゃないでしょ、ほんとにもう。あの、めんねんめんねんダメですね、もう寒いでっちゅうて、こたつ入れてくださいよ、おめえ、500円、まあ、なんで500円なんでしょ、まず、あ、持ってないでしょ、700万で、おめえ、ナイツはさ、700万持ってんの、この野郎、まあいいや、どれぞ、あ、ちょっと入ってるかい。お、誰か来たぞ、タラオメ。出てこい、タラオメ。あれだ、こんな時間におめえ、昼間って笑うおめえな。何でちゅか？強盗だ。おじちゃん、強盗なんだよ。これ、拳銃。いいかい？ぽや。お金を持っておいで。家に誰かいる。ちょっと、まあ、なんだおめえ、タラオ。ギャグ、ちょっと中入る、誰だ？強盗です、強盗暇だ、ちょっとかぜめえ、かっこいいこなる、殴るぞこねる、なんで殴るよって、俺は強盗、拳銃ってぞ、金出せ、じゃあな、入るよ、あ、こたつ入る、あったけえね、結構ね、なんかくせえなこれ、あ、だから、おめえ、去年おめえ、俺がちょっとそこにマーキングして、寝しょべんってことか、分かったけど、あの英語で言わなくていいから、まあとにかく金出せ、いいか、これ、撃つぞ、これ拳銃だぞ、はい、はあ、そうか、はあ、よかったな、おめえ、あ、太郎、なんで違う、あ、この拳銃どうだ、いや、ちょっとごめん、検証してみろ。あんまりいい拳銃じゃないって、僕の持ってるおじちゃん、これ見てって、マグナム、ちょっと待って、おじちゃんちょっと悪かったけど、ちょっとダメ、ちょっと、それ撃たない方がいい。おじちゃん撃つからな、おじちゃんな、すげえの持ってんだから。ねえ、あ、じゃあちょっと、おい、今からお前らは人質だ、いいか、人質にして、あ、じゃあ警察に電話して、金と逃走用の車持ってこれようにしろ。いいだ、現金。お、現金、おー、いいな、おい、おちょうど金ねえんだ、おめえ、あー、ちょっと、強盗てめえ、あー、ちょっと電話しろ、てめえ、いいか、あー、で、ちょっと、あの、現金、ちょっと、山分けだぞ、あと、車、いいか、あ、車、ロールスロイスか、霊柩車にしろ、霊柩車はまずいだろ、霊柩車はまずいだろ、せめて護送車にしないと、いや、いいだろ、展開的にも時間がねえんだから、今日、時間ねえってダンプ言ってたんだから、いいんだよ、早く巻いていくぞ、おめえ、巻いていくから、いや、いいや、あ、いいや、じゃあ、ちょっと、おめえな、あ、ちょっと、そこでな、あ、現金ね、いくら要求するんだよ、500万、大体、相手、強盗殴るね、お前、撃つぞ、言って、お前、撃つじゃない、こんなこと、誰に口を、お前、相手、分かりました、言うこと聞きます。なんで500万って、500億よ、しろ、500億、500億兆円にしよう、500兆円。そんなタラちゃんみたいなこと、あ、タラちゃんそこにいたよね、タラちゃんみたいなことね、まあ、いやだ、おい、それとあいがイケメン500人だ、あと太郎、何要求する、太郎、この強盗のおいちゃんに、とでちね、リカちゃん50万人って、ちょっと無理じゃねえか、お前無理じゃねえか、ちょっとな、うるせえな、こんな、あいていていて、おじいちゃん撃つでって、ちょっと待ってくれ、で警察に今から電話する、ちょっといいか、いいか、あ、どうも、あ、警察、すみません、自首したいんですが、助けてください、今、すごい家に間違えて入っちゃいまして、はい、今、命の危機にあります、もう二度と悪いことしません、はい、刑務所よりひどいです、刑務所の方がいいです、網走刑務所連れてってください、おめえ、何やってん、何自首してんだって、この野郎って、見るなんで、この野郎、おめえ、まだ、ダメでちゅ、これ、拳銃もらっちゃうでちゅ、あー、太郎、暇つぶしには最高の日だったな、いいホリデーでした。まあ次の銀行コード探しでちゅう、あ、探し行ってこい、おめえ、あ、行ってこい、あ、ダンプ、あ、マイクとりあえず消すぞ、8分で収まえた、いいか、あ、行って、あ、じゃあ消えるぞ、あ、消えるだろ、消えるぞ、あばしり消えるぞ、おそ、こいつどうする、こいつ肉の塊は鉢にあげるでちゅう、あ、いいやった、あ、これ持ってきて、俺鉢とじゃあ交尾する、しねえわ、なんか終わり。さて、来週の直江さんは、カツオでーす。今日は、姉さんにちょっと、プラスチック爆弾で1番の時に吹っ飛ばされちゃって、出番がなかったです、カツオです。今、蘇生して生きて帰りました。来週の直江さんは、直江、やりすぎて局長に謝罪。ダンプラジオ、来年の3月で最終回。波平、
ハンバーグに負けてタラオに消される幻の人工呼吸の3本です。あ、来週も楽しみに待ってくださいね。じゃんけんぽん。おめえ何出した、何グーグー、あたしおなら出しまったあー、人生がくせえな。来週に続く。無理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 。